どうも皆さん、おはようございます。ヘルレイザー仮面魔獣の儀式により降臨、リュウです。さあ本日なんですが、マジックハイエロファントオブブラックっていうね、史上最強のモンスターを皆さんはご存知でしょうか。このモンスターなんですが、トラップカードが発動すると全部無効に従いするっていうクソやべえ効果を持ってましてですね、このトラップカードが活躍しているこのデュエルリンクスという環境において、このモンスターめちゃくちゃ強いんですよ。出せれば。ただし出し方がクソむずくて、このカード通常召喚できませんよと。自分のフィールド上のレベル6以上の魔法使いモンスター2体をリリースした場合のみ特殊召喚できるっていう効果を持ってるんですね。だから出すのがそもそもめっちゃむずいっていう効果なんですけれども、これね、ガガガマジシャンって一ターンに1回レベルをね、1から8にできるんですよ。ターン終了時まで。でガガガキットっていうのが他のガガガとレベルが同じにできるんですよ。でこれ両方ともこれ魔法使い族なんですよ。でガガガなんですよこれ2体とも。だからこのオノマトランスっていうこのぶっ壊れスキルあるじゃないですか。これ今噂のこのオノマトランスズババガガガゴゴゴドロドカードを2枚デッキに戻して、なんかデッキからこのなんかいい感じのモンスターを持ってこれるっていうね、この安定的にこの2体を供給できるんで、このスキルが。そうするとこれ2体並んだらこれ出るんですよ、まあ、持ってるわけよね。だから今回はこれを先行で立ててトラップカードに頼ってるなんかそのインキャみたいなやつを分からせるっていう、デッキを作ってきましたので、こちらでね、その現環境強いとされているトラップカード全て封じて、はい、ダメーっていう、はい、トラップカード使わないでもらっていいですかっていうね、そういうデュエルをね見せていきたいと思っております。ギミックは一応そのこいつで本当に魔法カードとかモンスター効果何にも耐えてないんですよ。だから一応そういうの避けれるように、まあ、こういうカード積んでるんですけども、気休めです。基本的にはトラップカードを止めることに快感を覚えていくっていうね、そういうデッキですね。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。俺はこのデュエルに華僑院の魂をかけるぜ。俺はスキル発動オノマトランスの、これオノマトランスって読むらしい、オノマトランスって読むらしい。コメント欄で教えてもらった。俺はガガガマジシャンとガガガキットを手札に加え、そしてガガガマジシャンを攻撃表示で召喚。ガガガマジシャンのモンスター効果発動、レベルを1から8にできる。ただしシンクロ召喚には使えない。そしてガガガキットを特殊召喚。ガガガキットのモンスター効果発動、レベルを8に変更。そしてフィールドにはレベル8のモンスターが2体来るぞ。ユーママジックハイエロファンズオブブラックを特殊召喚。ターン終了。これがエクシーズモンスターか。これがレベル8を2体使ったエクシーズモンスター。このエクシーズモンスターはトラップカードの発動を無効にし破壊することができる。あー、知らない。オッケー、知らない。デモンドチェーンしていく。しっかりとデモンドチェーンをぶち込んで、相手がチューナーを出せないようにしていく。3500とかいうヤバすぎるモンスターが出てきた瞬間終わるからな。さあ来い、レベル上昇デッキ。これはカードを落ちませんといいだろう。そのカードはおそらくトラップカード。ほっ、ズババ番長を攻撃表示で召喚。さあそこはショートシアラ、入ったねー。トラップカードを使うのやめてもらっていいですか。トラップカードを使うのやめてください。でバトルフェイズいきまーす。強すこれ、問答病でトラップ無効にするところ強すぎるんだよな。ただし本当にこれ次もモノノベ引いてきたら本当に訴えます。マジでブロックします。これ次のターンもモノノベ召喚とかいうほどヤバすぎる動きしてきたら本当ブロックします。セットオッケーです。セット、それも強い。それあ、でもライフポイント500だから意外とこれいけないんじゃないか。ライフポイント500はさすがにこの3200とかいう最強モンスターを突破する手段がないと見た俺は。あ、オッケーで、そこでミヤズカサも落とせなかった。バトルフェイズで番長は別に番長やられるのは別に。さあ攻撃表示でモンスターを立っていますが遅いな。もう一回これ殴れば勝ちなんじゃないでしょうか。いけ、エメラルドスプラッシュ。はい、3打無理です。ちょ、トラップカード使うのやめてもらっていいですか。トラップカード本当に打ってほしいんで、そのガラス使うのやめてください。このモンスター強すぎなんじゃないの。トラップカード全止めなんだけど、びっくりしちゃうよね。このモンスター強すぎてね。えコトリッピーちゃん、知らないのモノラフェの効果。はい関係ない、はい関係ない、はい強すぎ。やっと勝ったこのデッキ。さあトラップ環境に終止符を打っていきたいと思います。
さあ、とりあえずデグダーは、まあ、出るは出る。出るは出るが、2枚セットは厳しい。2枚セットは厳しい。モンスターをセット、なるほど。まあおそらくまあほぼトラップカード。あ、なるほど。スキル発動をするしかないから、これ、まあ、ガガガボルト、ちょっと一回残しときたいみたいなとこありますね。ですね、ガガガシスターと、番長戻し、番長戻しで、キットは持ってくの確定でしょ。シスターでいっか。シスターでいいや。シスターでよくて、で、これね、どうせ殴れないんですよね。これね、これちょっとバグがあって、ガガガキットをだの効果使うと殴れないっていう、なんか、すげえなんかバグみたいな効果あるんですよね。で、とりあえずガガガボルト一回打つか。で、ガガガボルトでこれ打とう。これもしゃあない。コスミックサイクル OK。で、ガガガマジシャンのレベルを8にしていく。ちょっとなんか、強引にハイエロファント使おうとしてる感すごいけど。で、これで8出していく。で、ガガガキットの効果を発動。さあ、これでレベルを8に変更するぞ。フィールドには、レベル8のモンスターが2体。来るぞ、ユーマ。エクシェンズ召喚。マジックオブ、ハイエロファントオブブラック。誰やねん。さあ、誰やねんモンスターが登場した。ただ相手のトラップカードは全て封じることができる。さあ、これは最強と言っていいかどうかはこの次のデッキトップにもよる。あー、強い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 。でガガガシスターを召喚。ガガガシスターのモンスター効果を発動。これによってガガガボルトを手札に加えていく。そしてガガガボルトの効果を発動。フィールド上にガガガがいる場合、相手のフィールドのカードを1枚選択肢破壊することができる。あの伏せカードはマジックオブハイ、あ、用途ね、オッケー。で、カードを1枚セット。いやーこれ、ガガガシスターかな、打点800あったらワンキなんだけどな。さあ、200とかいうクソザコ打点にしかならねえ。まあいいだろ。いけ、ガガガシスター、ダイレクトアタック。これ、ズバマンチョでもよかったら別に、まあいいや。さあ、カトン封印式。さあ、カトン封印式を発送し、それを、ハイエロ、はい、ダメー。デモンズじゃ、はい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 。トラップデッキの、はい、ダメー強すぎー、このモンスター強すぎー。あー心をバッキバキに折っていく。さあ、お相手の方エド・フェニックス選手、よろしくお願いします。デル3倍。なるほど、スキルを発動していこう。これはもう圧倒的マジックハイエロファントオブブラックで分からせムーブよ。ガガガマジシャンを手札に加えて、そして、ガガガキットを手札に加えていく。さあ、俺の手札揃った、行くぞ。ガガガマジシャンを召喚。ガガガマジシャンの効果を発動。自身もレベル1から8の好きな数字にできる。俺はレベル8を宣言。そしてガガガキットを特殊召喚。ガガガキットの効果を発動。レベルをレベル8にできる。そしてレベル8が2体来るぞ、ユーマ。俺は2体のモンスターでオーバーネットワークを構築。エクシーズ召喚、ハイエロファントオブブラック、カードを1枚セット。さあ、貴様はもうトラップカードを使うことは許されない。さあ来い、エドフェニックス、分からしてやる。局所的やる気やめて、局所やめてよ。どっからでも局所飛んでくるやん、これ。あーだーうわっ、ぬっ、せんね、補充、これなんだこれ、何で来たこれ、はやぶさの騎士、あっ、くっ、うわっ。